歴史を彩る悪女列伝のコーナー。悪女、悪女。今回はイギリスにトラウマを植え付けた女帝、エンプレス、マチルダ、についてやっぞ、ほらやっぞ。ある有名なジョークがある。沈没しそうな船から、降りてもらうためにはどうすればいいか。イタリア人には、女性にモテますよ。と言い、ドイツ人には、規則です、と言えばいい。日本人なら、みんな降りましたよ、と言えばいいし、イギリス人にはこう言えばいい。女王陛下のために降りるのです。これはもちろんジョークだが、それぐらいイギリスという国は、女王陛下の国、というイメージが強い。しかし、イギリスが女王陛下大好きになったのは、16世紀にフェアリークイーンと言われたエリザベス1世が即位してからだ。それまでのイギリス、特にイングランド地域は女王大嫌いな土地だった。そうなった原因こそが、今回の主役である、エンプレス、マチルダ、だ。マチルダは、1102年に、ヘンリー1世の子供として生まれた。時はイギリスノルマン朝。1066年のノルマンコンクエストにより、イングランドの王家はフランスのノルマンディー公が就任するようになった。なので、支配する者たちはノルマン人、支配される側はアングロ、サクソンという状態になり、土地も権力もノルマン人が握る状態になっていたのだ。詳しくは、ノルマン朝イングランド、を見てね。ノルマンコンクエストを行った、ウィリアム1世の後継者争いは熾烈を極めたが、最終的には、ウィリアム1世の四男である、ヘンリー1世が、イングランド王とノルマンディー公を兼ねることになった。ヘンリー1世は海峡をまたぐ領地を効率よく支配するために、様々な改革を行い、王権を強化した。また、外交にも熱心で、息子のウィリアムを、フランスの大貴族アンジュー伯の娘と結婚させ、娘のマチルダは、現在のドイツにあたる、神聖ローマ帝国の皇帝、ハインリヒ5世と結婚させた。ハインリヒ5世は、カイザー、の称号を保有しており、カイザー、は英語では、エンペラー。故にマチルダはイングランドではこう呼ばれていた。エンプレス、マチルダ。エンプレスは日本語で言えば、皇妃、か。女王はクイーンだが、口述するように、イングランドの人間は決してマチルダをイングランドの女王としては認めず、あくまで神聖ローマ帝国の皇嗣として扱ったんだ。そうなってしまった背景には、ヘンリー1世の唯一の正当な、嫡男であるウィリアムが、海難事故で亡くなってしまったことがある。ヘンリー1世には、愛人との間にたくさん子供がいたようだが、正式な妃との間に生まれた子は、ウィリアムとマチルダだけであった。さて、話をそれより少し前に戻すと、ヘンリー1世は、兄のロベールとの間に、激しい権力争いを繰り広げ、1106年のタンシュグレイの戦いにて、ロベールを撃破し、以降ロベールをウェールズのカディーフ城に幽閉していた。さて、そのロベールには息子がいた。ギョーム、クリトという名前であるが、この人物が、ヘンリー1世の身長を危惧する、フランス王ルイ6世と手を結んだのだ。そしてヘンリー1世の息子ウィリアムが死んだ今、このギョーム、クリトがイングランド王になる可能性が高くなったと言える。この動きを見て、ヘンリー1世は再婚を決意する。相手はカノカール大帝の血を引き、現在のオランダにある、ルーバン伯の娘である、アデライザ。ヘンリー1世はこの時53歳、アデライザは18歳で、娘のマチルダよりも1歳年下であった。自分より1歳年下の母親か。ヘンリー1世は男の子を絶望したが、結局二人の間には子供ができなかった。そんな折の1125年、神聖ローマ帝国皇帝、ハインリヒ5世が崩御する。それを受けてヘンリー1世は、娘のマチルダを後継者にすることを決めた。1126年12月25日、ヘンリー1世は賢人会議を開き、イングランドの有力者の前で、娘のマチルダに全てを継承させることを宣言した。翌1127年には、再度賢人会議を開き、同様の内容をイングランド有力者に承認させる。会議には、ヘンリー1世の姉の子である、シャルトル伯のエティエンヌや、ヘンリー1世の庶子である、グロースター伯のロバートなども参加していた。後継者候補は結構いたんだね。
ヘンリー一世は娘の権力基盤を確たるものにするべく、マチルダを、フランスの大貴族、アンジュ伯ジョフロワと結婚させる。この時マチルダ26歳、相手のジョフロワはまだ14歳であった。現代なら捕まってそうだね。この頃の司法権は王権の下にあったからな。この結婚とほぼ同時期に、兄ロベールの子ギョーム、クリトが死亡し、5年後、二人の間にはヘンリーという名の子供が生まれる。それを見て安心したのか、ヘンリー一世は1135年、67歳で天寿を全うした。さて、この動画はこれからが本番だ。ヘンリー一世死去の方を知り、最初に動いたのが、ヘンリー一世の姉の子にあたる、ブローニュ伯のエティエンヌであった。この頃マチルダは、夫の領地であるフランスのアンジューにおり、エティエンヌはその隙をついた形になる。イングランドの後継者なのにフランスにいたんだね。多分マチルダにはイングランドの後継者という意識はなかったと思う。何せ、ヘンリー一世で再死去したのはイングランドの地ではなく、ノルマンディー公領の首都である、ルーアンだったのだからね。マチルダにとってイングランドは、植民地に近い感覚だったんじゃないかと思うよ。何せ、彼女は英語が扱えなかったらしいからね。イングランドの王族なのに英語が使えなかったんだね。イギリスの歴史の特殊性はそこにあるだろうね。英語が話せないイングランド王は結構多いんだよ。現在のイギリスのロイヤルファミリーも、もともとはドイツの貴族だったりするしな。さて、話が逸れてしまったが、エティエンヌはイングランドに上陸すると、ロンドンに入り、ウィンチェスター市長からの大歓迎を受けた。これは非常に大きかった。イングランド国内において、キリスト教勢力は絶大な権力を持っていて、その支持を得られたことで、イングランド諸侯がエティエンヌを支持したのだ。なお、このウィンチェスター大司教というのは、エティエンヌの実弟だったりもするのだけどな。つまり、計画通り。ってやつだな。1135年12月22日、エティエンヌは、エドワード小西王の婚遊世子、ウエストミンスター寺院にて、カンタベリー大司教のもと、戴冠式を行い、スティーブンとしてイングランド王に即位した。これは非常に大きかった。イングランド王は、ウエストミンスター寺院にて、カンタベリー大司教の手による戴冠が行われる必要があり、正式な形式を踏襲した以上、スティーブンはもはや正式なイングランド王なのである。これによってイングランド諸侯はスティーブンに臣従するわけだが、同時にノルマンディー公領の有力者たちもスティーブン派になびいていった。マチルダは、人気がなかったのだ。しかし、人気がなかろうと実力がなかろうと、マチルダはヘンリー一世の娘である。マチルダはイングランドの王位とノルマンディー公領の相続を主張した。しかし、この主張は方々から否決された。イングランド諸侯は公然とスティーブン支持を表明し、ノルマンディー公領の有力者たちも同様、果てはローマ教皇さえもマチルダの主張を却下したのだ。ローマ教皇もか。実弟がウィンチェスターの司教だったことが大きいよ。これによってイングランドのキリスト教勢力を味方につけたわけだからね。だが、これを利用しようと目論む者が二人いた。一人目は、ヘンリー一世の諸子であった、グロースター伯ロバート。彼は姉を支持し、公然とスティーブンに襲いかかった。1141年、リンカーンの戦いにてロバートはスティーブンを破る活躍を見せ、スティーブンは捕らえられて捕虜となる。おお、逆転劇だ。だが、そこに立ちはだかったのがもう一人のマチルダ、王妃マチルダだ。マチルダ？スティーブンの妻の名前もマチルダだったんだよ。ややこしい。王妃マチルダは、スティーブンが敗北するとすぐに、イングランド諸侯をまとめ上げ、1141年9月、ロバートを打ち破り、捕虜とすることに成功した。エンプレス、マチルダはスティーブンを解放せざるを得ず、両派はそれぞれの捕虜を交換することとなった。女たちの世界史だ。ただ、エンプレス、マチルダの方は、弟のロバートが1147年に亡くなると急速にやる気をなくしてしまい、イングランドから大陸に帰り、以降イギリスの地に足を踏み入れることはなかった。さらに、1151年に、夫のジョフロワが亡くなると、
歴史の表舞台からは去り、以降息子のヘンリーが代わって歴史の表舞台に立つようになる。息子のヘンリーは、やがてヘンリー2世としてイングランド王になり、アンジュー帝国、プランタジネット朝を創始するのだが、それはまた別の話。さて、結局エンプレス、マチルダは、イングランドの女王に即位することはなかった。英国史における彼女の評判はとかくに悪く、しばらくはイギリスにおいて女性君主アレルギーを引き起こしたほどだ。悪評の原因は、彼女の気性の荒さもあったようだが、彼女のせいでイングランドが荒廃してしまったという主観が強いようだ。ヘンリー1世が死去してから、ヘンリー2世が即位するまでの約20年間は、イングランド史においては無政府機関として認知されていて、エンプレス、マチルダは英国史において、正当な君主であるのに、クイーンの名がつかないという特殊な扱いを受けている。イングランド人にとって、マチルダはあくまでイングランド女王ではなく、神聖ローマ帝国のエンプレス、なのである。正直彼女は悪女というには物足りないが、イングランドの歴史においてはそう扱われている。といったところで今回の動画は終わりだ。次回、アンジュー帝国。チャンネル登録して、必ず見てくれよな。チャンネル登録していってね。